こんにちは、デリッシュキッチンです。揚げ焼き唐揚げの明太マヨソースを作ります。明太子2分の1本は切り込みを入れて中身を取り出します。明太子をボウルに入れて、マヨネーズ大さじ2と牛乳大さじ1を加え、混ぜて明太マヨソースを作ります。鶏もも肉1枚は大きめの一口大に切ります。ボウルに入れて酒大さじ1、塩とおろしにんにくそれぞれ小さじ4分の1を加えて混ぜ、なじませます。ラップをして10分置きましょう。卵1個分の溶き卵と片栗粉大さじ2、薄力粉大さじ2を加えて混ぜましょう。フライパンにサラダ油大さじ2を入れて熱し、鶏肉を入れて4分中火で揚げ焼きにします。焼き色がついたら裏に返し2分揚げ焼きにします。キッチンペーパーで油を拭き取りましょう。蓋をして弱火で3分蒸し焼きにして、肉に火を通し取り出します。器に盛り付けて明太マヨソースをかけ、仕上げに細ネギを散らして完成です。食べ応え抜群の一品です。以上、デリッシュキッチンでした。